人の心に刺さる話、とても大事ですね。感心しない話の例を見ましょう。愚か者の諸行とのそしりは免れません。野党の皆さん、もう一度改めて申し上げます。恥を知りなさい。政府が国会で説明する。野党の皆さん、もう一度改めて申し上げます。恥を知りなさい。政府が怖、怖、怖い。今度は感動する話です。You want to take a picture with me? A total? A disgrace to the world. Let's just do it and then be done, okay? You want to take a picture with me? A total? A disgrace to the world. Let's just do it and then be done, okay? この女の子の話に感動しますね。ね。あなたは世界の恥ですって言ってるんですね。三原淳子、そしてトランプ大統領、二人の話はダメです。今日は良い勉強になりました。